よさこい鳴子踊り特別演舞は明日明後日の2日間高知市内の12会場で行われます。大手筋会場には桟敷席が設置され、よさこいのある夏の風景が戻ってきました。そんな中、高知城ではやっと高知に来れたんだ。この場所で全身全霊に輝け。それでは侍、参ります。全国から集まった学生チームが本番に先駆けて演舞を繰り広げる土佐学生よさこい大会。企画運営は県内の大学生で、2019年に第1回が開催されました。翌年以降は新型コロナの影響でよさこい祭りが2年連続の中止となり、このイベントも行うことができませんでした。今回が3年ぶり2回目の開催となります。若者らしい、力強い、そしてみずみずしい演舞を繰り広げていただければありがたいというふうに思います。県内外の9チーム、およそ600人の踊り子が演舞を披露しました。学生たちが踊るのは、大手門広場に設けられた特設ステージ。密を防ぐため、一度に上がれる人数を80人に制限する対策が取られました。この子が生まれた年にあって、それからなかったもんで、ほぼこの子が初めてなもんで、今日来ました。ああ、よさこいこんなんだったなっていうのが蘇ってきたというか、やっぱり楽しいなって思いましたね。暑いけど。今日の県内は2日連続で熱中症警戒アラートが出されました。香美市大戸地では最高気温 36.2 度と猛暑日を記録。その他、四万十市中村で 34.1 度、江川崎で 33.8 度、高知市で 33.7 度など、16あるすべての観測地点で30度を超えました。明日も気温が上がり、高知市の最高気温は34度の予想です。よさこい会場でも熱中症にお気をつけください。